はい、ズキです。本日は Galaxy Note 8を使ってマルチウィンドウ、マルチタスクを操作してみたいと思います。 Android のバージョン7からマルチウィンドウ機能が加わりました。この機能は画面を分割して複数のアプリを表示することを可能にするもので、例えばブラウザを開きながら YouTube を見たり、コピーしたテキストを別の画面にペーストすることができたりする機能です。それでは実際に起動してみたいと思います。まずアプリを起動します。ここでは Yahoo アプリを起動したいと思います。次にマルチタスクボタンを長押しします。するとここに分割マークですね、分割マークが出てきますので、ここをタップします。そうするとこのように領域指定ができるようになりますので、表示させる範囲をここで決めます。完了。はい、これで一つのアプリが起動しました。もちろんこの範囲の中でアプリを操作することができます。次にこのアプリリストをタップして、もう一つの立ち上げたいアプリを選べば分割利用が可能になります。ここではノートアプリを起動します。はい、分割表示されました。分割範囲は真ん中のブルーのラインをいじることで変更することができます。横にすれば左右分割表示も可能です。もちろんノートアプリも利用可能で、記入範囲は狭くなりますが、しっかり書くこともできます。そして記入したものを共有で PDF もしくは画像としてメールまたは LINE で送ることもできます。今自分宛にノートを PDF にしてメールを送ってみたんですが、このように PDF が添付されています。マルチタスクボタンをタップすることで他に起動していたアプリに変更することも可能です。マルチウィンドウを終了させるにはマルチタスクボタンの長押し、すべてを閉じる、そしてここですね、分割画面表示を使用中となっておりますので、こちらをバッテンにします。これでマルチウィンドウは終了となっています。次にエッジ機能を使ってマルチタスクを実行してみます。エッジを呼び出すとデフォルトでこのようなアプリが設定されていますが、2つくっついているアプリ、ここでは YouTube とブラウザですが、ここをタップすると先ほどの操作をショートカットしてマルチウィンドウが立ち上がります。上が YouTube で下がブラウザーになっています。好きな任意のアプリをマルチウィンドウと立ち上げることも可能で、このプラスをタップしてアプリペアを作成、ここをタップします。そうするとアプリを2つ選択してください。分割画面表示で開くと1つ目のアプリは画面上部に表示され、2番目のアプリは下部に表示されますとなっていますので、先ほどやったように上に Yahoo、 下に Galaxy Notes、 これで完了をします。これで設定ができています。この状態でタップを押すと、はい、このように Yahoo と Galaxy Notes が立ち上がるということになります。ということで本日はAndroid のマルチタスクとその機能を使った Galaxy Note 8の便利技を確認してみました。次回以降もちょっと便利な使い方をご紹介できればと思いますので、よろしければチャンネル登録をお願いいたします。本日はご視聴ありがとうございました。ではまた。